こんばんは、ズミゲー紹介部です。今日は、PS2 版のダイナマイトケージを一周してみます。元はアーケードゲームということです。ビルに乗り込み、フルボッコにしてこいということらしいですね。ムービーやるのかな？ちょっと待っていようかな。ゲームとしてはファイナルファイト系なのですね。あ、金的。裏技コマンドを入れて全モードを出しました。デッドラインモードを選びます。指定時間内に各ステージを終わらせないとゲームオーバーになるモードです。せっかちなカスさんにはちょうどいいでしょう。日本人勝手に殺すな。まあ、こんなゲームということです。重火器もあるよ。容赦なく発砲しましょう。ステージ1クリアみたいです。you
謎の光沢。このシーンは通常モードの場合、成功すると主人公の HP が回復します。飛び道具強すぎ草。左の変態はトイレットペーパーにつまずいたのよ。突然のメカ要素。昇竜拳なんかもあります何これ、マスクってことでいいんだよね。
勝利あたり。メカ要素やめてくれ。おいおい、言わずに隠れてた方が良かったのでは？ほら見つかった。No.
ゲーム特有の超展開というか、お前が5分以内に倒されるという意味にしかならないのでは。復帰が早いので、ジャンプ追撃がなかなか間に合いません。首取れない。なんで急にさらわれてんだよ。プロジェクト A の海賊の親分みたい。カーペットで巻いて爆殺しなきゃ。打撃は結構防御されるので、鬼技がいい。アーケード版ですとクソブスだったそうです。あと5分で爆破する設定はどうなったの。ということでダイナマイト刑事でした。ご視聴ありがとうございました。